これでどうもどうも、スティーブ・ジョブズです。だから友達いないんだよ。答えのない毎日がただ過ぎてゆく時間がこれから先どうなるのだろう。わからない闇よりも深い夜のこの国惑わされてた誰かに今気づいてほしい。どうも、外スタでライブは初めてで、とても緊張しております。緊張してるのに遅刻してるな。はい、その件についてはもう頭が上がらないようなものですね。そうですね、誠意はあります。まあ誠意だけなんですけど、すいません。お話しすることは、いや、もうないです。
あ、次の曲行こうか。ちょっと今やめたわ。超どうでもいい話しようとしちゃった。じゃあすいません、2曲目いかせていただきたいと思います。なんかさ、すごい視界みたいになってない。吉本でそうだな。吉本コーナーです。これは洋館でしょ。あ、そっか、お前ら入ってるいいよ。あれも紹介するの。まず最初に誘ったのは吉彦。
ト。ヤギソンずっとやりたいって言ってて誘いました。でその次がちょっと誰か忘れたからもう順番に言うけど、シゲはギターは安定のシゲって感じで、壇ノ浦はピコから全然わかんない、まあ、なんかよく顔見てたから誘いました。いい感じの後輩です。いい感じの後輩。デイビッド、デイビッドはピコの紹介かな。お前ほぼ紹介じゃねえか。ハウスの紹介じゃねえか。マッチングサイトで集めました。いいバンドだと思います。そうだね。でほとんど喋ったことなくて、あの喫煙所でしか喋ったことなくて、で合わせのバンドで、はい、喋りました。いい感じです。とても感謝しています。え、なんで今28、じゃあ一瞬さ、ちょっとさ余興していい？あのね、練習も何もしてないけど歌歌います。ギターはしげくんです。ボーカルは僕です。お聴きください。じゃあしげくんどうぞ。やべ、歌詞見てね。いいよ、弾いてて。どうぞ。はい、あっごめんよ。足んないなと思ってシゲにお願いしました。シゲすげえ。安定じゃないじゃん。やっぱアンパイやわ。アンパイだ。じゃあ次最あ、まあ、まだ欲しい、一発芸あるじゃない。いや一発芸俺さアホやから覚えつかんから最近起きたこと話そうかな。最近ちょっと午後に予定があって、それが夜の7時からだったから、まあ、5時に寝れば、まあ、最悪12時間以上寝れるかなと思って寝たんですよね。そしたら、携帯の充電が切れてて、
目覚ましにはならずに練習にね、あ、じゃあ用事にね、1時間半遅刻して、すごい本当に、申し訳ない。用事の内容出ちゃって出ちゃったあいつ分からないってことは分かった。誰やるしかない。はい、そんな感じですね。練習で来なかったりみんな練習来ねえな。やめろ。本当に、はい、今度から、今度から、まあ、今度はない。今後一生背負っていきます、これは。もうなんか飽きてそうなんで次行きたいと思う。え、お前ら大丈夫？なんかすげえ飽きてる顔してるけど。もう2分。なんか歌でも歌えばいい。あ、歌う？見たことないけど。客席立ってて座ってる感じ。ないかな。あ、次でいいよ。一分で歌える曲。やば。あ、自分のオリ曲いいよ。めっちゃ食いすぎ。やば。一分紹介していいよ。撮ってる。何？あ、やば。バンドマン、本当のバンドマン。みんなバンドを紹介していいよ。普通一緒じゃない。バンド。シェーバーブロックからの角度。あ。本当にかわいそう。え、バンド紹介したっていいよ。バンド紹介もしてあれでもマジだよ。すげえなバンドじゃないやん。全然冗談ね、5発なの。もう大取りだっけ。明日やるやん。え、明日で大取り。これで痩せへんわ。お疲れした。お疲れした。お疲れした。これにて2日7台ワンオフやったっけ。いや、まだ覚えてない、まだ覚えてない。ゲスト僕らギター置いちゃったよ。僕らさギター置いたらただ選択した。どうすればいいの。紹介したくないならいいよ。あれ、うん、下の店長。まあ、しげくんバンドやってるんでよかったら。あ、やめて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 。そんなことしないです。バンドなんてしてないですよ。バンドら玄関先でギター弾いてるやつだ。バンドなんてしてないですよ。インターホン越しにギター弾いてるやつだ。バンドなんてしてないですよ。怖い人メンバーじゃない。メンバー挨拶。まあこのバンドはいろいろと文句もあったりしたバンドだと思うんですけど、皆さん、まあ今回はそういうのなしで一言言いたいのが、まあ今これ3曲あるんですけど、うち2曲楽譜もらってなくて、で1曲楽譜もらったのが前日の練習の前日の夜で、で、あ、文句じゃないんですけど、事実で、で自分全然見込みとか無理なんで、そう、よくできた方だと思います。いや、じゃあ、あの、何か紹介いいのかなと思ったけど、いいもうそうそう、はい、すいません。じゃあ次、最後いきます。これはWe'll be right back.
がとうございました。